初めてウェベルで、まあ、マフラー削った時なんですけども、最初ドキドキしながら削ったんですよ。っていうのも削りすぎないのかなという心配はやはりありましたが、削った瞬間すごいなんか気持ちいい感じで、まあ、削るというよりはもうサビがきれいに落ちていくというような感覚で、そんなに慣れてない人でも削りすぎない、磨けるっていうところが、あ、すごいなっていうのは感じました。まあ、削ってる時間もやはり本数が多ければ長くなりますので、その辺の時間の削減っていうところにもすごく役立っています。まあ、ワイヤーとか飛び散ることもないので、その辺安全面としては十分に安心して使っていられますね。ウェベルブラックと同じような仕上がりを作るには時間がやはりどうしてもかかってしまうっていうところはあります。ウェベルと同じように削ったつもりでも全然削れてなかったり、逆に力を入れすぎてしまって、まあ、深く削ってしまったりとかありましたので、そういった意味ではウェベル一つで今は十分かなっていう感じはします。サビを落とすにあたって、どうしてもこういう縁の部分とか、あとこういう溝の部分ですね、そこに対して斜めに当てても全部入る位置にはあるので、すごく削りやすいんですけども、どうしても他社さんのものだとここのカップがついてると当てても内側がここに入らないので、その部分のサビが取れないんですよ。これだと縁まで全部いっぱいに使えるので、まあ1本やったとしても次2本目3本目とここがなくなるまで全部削れるので、すごく便利だなっていう感じはします。ウェベルブラックに関してはやはりマフラーの全般的なサビ落としに使ってはいるんですけれども、サビが広い場合っていうのはやはり多少力を入れてはやるんですけれども、まあ、そこまで深く削れないので、母材にもすごく優しく削れているので、すごく綺麗に使えてます。母材も薄い部分とかそういった部分では、まあ、レッドを使ったりグリーンを使ったりして使い分けはしております。純正の刻印が残っていれば、お客さんも使ってる部品はその分は純正だっていうことが一目でわかるので、新品に比べれば安くは手に入りますし、また中古よりも品質としては全然十分に自信持って作ってますので、その辺はお客さんにとっても安心して使っていただけるかなとは思っております。